いや、皆さん元気されてますか？さげでございます。ということで、翼の塔がですね、まあ、基礎ということでございます。まあ、ちょっとね、さすがに、なんていうのかな、まあ、界隈が盛り上がっちゃってますんで、うん。まあ、なんていうのかな、もうはっきり翼の塔出れないんじゃない今年。って思っちゃうんですよね。まあ、あの、被害の程度もそうだし、あの、まあ、やってることっていうのが警察に対する挑戦ですからね。で、まあ、裁判官じゃないよ。検察官からすればですね、あの、散々パラ、なんか実刑に関係ない主張だったりとかっていうのを繰り返してるわけでしょ。それはまあ、見え方悪いよねっていう話ですね。で、まあ、あの、一番黒川さんたちをですね、出馬させたくないっていうか、まあ、翼の党がね、こういう形で妨害をしたっていうことが、まあ、客観的に、嫌疑があるっていうことで、警察は起訴してるわけじゃないですか。で、まあ、再逮捕ね、可能性が出てくるわけですから、まあ、いろんな件でね、再逮捕、再逮捕っていう感じで、やっていくんじゃないかなと。で、衆議院の解散総選挙っていうのが、まあ、僕にとってはすごくネックなんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、翼の党出すつもりはないとは思うんだけど、うん。で、黒川さんたちが、まあ、今回ね、目玉として考えるべきなのは、まあ、立花さんの今回の手法をですね、真似て、まあ、考えてってるっていうふうに思うのが妥当なんで、東京都知事選に出してですね、東京都知事選に、まあ、根本さんと黒川さんと、まあ、もう一人ぐらい出してですね、翼の党が活動してますよってことをアピールした後にですね、多分なんですが、次ですね、まあ、2025年の通常選挙ですね、参議院の通常選挙に出馬する予定だったんだけど、まあ、警察が動いてしまったからですね、彼らのプランだったりとかっていうのが全部おじゃになってしまったということですよね。少なくとも見え方悪いっすよね。はい。なんで、まあ、NHK 党の中に所属していれば、黒川さんたちは、まあ、まだね、存続できただろうに、まあ、存続できなくなっちゃったし、代表権裁判で国政政党の枠組みがもらえるとかと思ってたかもしれないけど、まあ、国会議員の数もね、増えてないという状況下で、まあ、なんていうのかな、黒川さんと、まあ、なんていうかな、大津さんはかなりね、なんていうのかな、まあ、かなり追い詰められてるとしか思えないんですよね、僕からしてみたらという話ですね。はい、ということで、もう一回くらい再開される予測ということね。なんですけど、僕からしてみたら、もう今年中出れてこないんじゃないかな。そのレベルで、まあ、警察は捜査体制を固めてるんではないかっていうふうに判断しています。はい、ということで、その理由もね、話していこうかなと思います。翼の党のですね、黒川さんが13日東京都知事選に出馬することを表明しました。まあ、結局ここでね、再開が決まってしまったんで、出ることもできず、そして起訴が始まりましたんで、裁判にも、まあ、出ないといけないということでございます。で、黒川容疑者に関しては、衆議院東京15補選においてですね、選挙妨害をしたとしてですね、公職選挙法違反ということで、まあ、逮捕されました。現在も勾留中であるためですね、同党のですね、代理人ですね、富山真紀さんが会見で発表しました、ということでございます。で、富山さんに関してはですね、こんな感じで言ってました。黒川さんの声明をですね、代読ということで、声明文の中にはね、黒川容疑者が、我々の行為はですね、合法とされてきたもので、って言ってるんですけど、これはもう NHK 党内紛で、まあ、警察が動かなかったのが一番のネックですね。まあ彼らの論調ね、まあ警察の論調を汲み取るとするんだったら、少なくとも NHK 党で出馬した川端さんだったりとか、をですね、妨害するつもりではなく、立花さん本人を妨害してると。いやいやね、だったりとか、丸山穂高さんを妨害するつもりで出て行ったんだと、ね、いうふうに言ったんですけど、でも、そのことによって、片岡正史さんだったりとかね、それこそ川端康成さんだったりとか、川端康成さんで会ってたっけ？ごめん。だったりとか、まあまあいいや、統一地方選に出てきてくれたですね、男の子だったりとか、女の子だったりとかっていう人たちがですね、少なくとも被害に遭ってると。ね。で、聴衆の人たちは、立花さんが来るんだったら聞きに行こうかなとか、立花さんが応援している人だから、ちょっと演説聞きに行こうかなっていう人たちの聴衆の権利も阻害してるわけですよね。だから、過去に遡って統一地方選の、ね、なんていうのかな、被害に関しても、これは、なんていうのかな、受理すべきだったんですよ、警察は。無理だとしてもね。無理だとしても、まあ、国土庁に関してはちゃんと調査して、捜査した上でですね、まあ、なんていうかな、まあ、逮捕に踏み切らなくてもですね、任意同行じゃないけ、任意捜査の方までは進めるべきではなかったかっていうのが僕の中にはあります。ね。で、そうしとけばですね、ここで、まあ、党内紛の関係だったりとかちゃんとやってれば、まあ、なんていうのかな、NHK 党の支持者の中ではですね、いや、翼の党の行動って、少なくとも、なんていうかな、例えばですよ、蓮舫さんだったりとか、酒井さんとかね、立憲民主党だったりとか、ね、都民ファーストの会ですよね。まあ、小池百合子と都知事ですよ、今、都知事ですけど、そういう人間じゃないと動いてくれないんだね、警察はっていう風な認証になってしまったのは、すごく残念ですね。なんていうのかな。やっぱ、警察って中立であるべきだと僕は思うし、国民の声をですね、ちゃんと聞かないといけないと僕は思うんですね。まあ、それはちょっと難しいっていうのはわかるんだけどね。はい。で、実際の選挙の現場でですね、無数で行われた行為だったと。
ということで、日本は残念ながらね、権力者の気分で逮捕される国ということで、表現の自由はありませんと主張したということでございます。まあ、そう言っていることは正しいんだけど、やったことに関しては賛否両論分かれてるし、もっと言うと僕は賛同できないんですよ。もうはっきり言いますけどね。ということです。で、黒川容疑者どう選挙で戦うかっていうことに関してですね、富山さんはおそらく都知事選はある期間で、ね、出てこれないということを言っていました。もう一回ぐらいは再逮されると予測しているということだったんですけど、まあ、立花さんに対する名誉毀損の関係ですね。これは正式に受理されたということだったので、まあ、警察は受理、する方向というか名誉毀損の関係でもですね、黒川さんを、捜査するという状況下になってきているというふうに思います。で、本人不在のね、選挙戦になるということを指摘されました。まあ、同胞戦のようなですね、選挙戦にはならないように、ならないということで、まあ、なんか、まあ、東京中国みたいな感じでですね、戦っていくのかって思われたんですけど、そういうわけではなかったということでございます。まあ、なんか、それもなんか変ですよね、正直な話。で、黒川さんたちってさ、少なくとも自分たちが、なんていうのかな、やったことっていうのをね、東京都知事選でもちゃんと解いていくっていうふうに言ったのにもかかわらず、その残党ですよね。まあ、富山さんが率いているんですけど、今。その残党は、都民ファーストだったりとか、その他諸々のことについては追及してないっていうことですからね。それはちょっと僕、なんていうのかな、見え方良くないっすよね。少なくとも、同じようにですね、やってですね、まあ、議員資格を剥奪されるぐらいのことで、ね、やってほしいなって僕は思うんですけど、まあ、富山さんもね、富山さんでちゃんと自分たちの生活があるから、まあ、そこまで追及するつもりないっすよ。まあね、富山さん少なくともいい人だから。はい。けど、まあ、大津さんとの関係性とか、その他諸々とかっていうの言われてるんだからさ、もう少なくともここに対してはちゃんと富山さんからのね、正式発表とかっていうのがあってもいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。そら周りの人間からしてみたらさ、富山さんしか、もうなんていうか頼るところがないっていうのはわかるし、まあそのなんていうか翼の塔としてのですね、組織ですよね。組織をちゃんと枠組み作ってですね、まあなんていうのかな、まあ動かすっていけるのは富山さんぐらいしかないって、ね、いうふうに思われてるかもしんないけど、あなたの人生だからねという話ですよね。富山さんの人生だからねと。ね、黒川くんの人生ではないからね。はい、ね。っていうことなんで、どれだけ人のことを愛してようがですね。いや、でもよくわかるんだよな、俺はっきり言うけど。はっきり言うのよくないね。いや、僕、富山さんの気持ちめっちゃよくわかるんですよ。これね、もうなんか恋愛の話じゃないですか、正直な話。で、まあ、自分が好きになった人って、どこまでもね、やってあげたいっていうふうに思うでしょ、みんな。ね、思わない。思わないか。思わないかもしんないな。いや、どうなんだろうね。みんなどう思います？いや、僕これね、富山さんが堅くなにね、黒川さんのことを愛してるから、まあ、少なくとも好きだから、喧嘩するかもしんないけど、でも心のどっかには絶対好きな自分がいるっていうのが分かってるから、まあ、なかなかね、こう追求できてないんだろうなっていう、まあ、なんか黒川さんのことを切るに切れない状況がダラ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 続いてるんだろうなっていうふうに思うんですよ。ね、それはもうなんか僕からしてみたら、うん、まあ、気持ちすげえよく分かるんですよね。まあ、僕も、うん、そういうことがありましたよ。人間ですから。で、みんなもさ、多分そういうのあると思うんだよね。初恋相手のことをさ、ちょっとさ、未練がましくですね。なんていうのかな。ちょっとさ、不意に思い出したりとかするときあるじゃないですかっていうね。若い頃あったでしょっていうね。例えばなんだけど、元カノと別れてね、直後に、なんか新しい彼女ができて、ちょっと後ろ姿が元カノの姿に似てて、ちょっと心にグッとね、なんか傷が、まあ、開いたようなチクッとした痛みがね、走ったりとかするときあるじゃないですか。で、そういうもんだと僕は思ってるんですね。で、そういう共通した経験があるからこそですね、わかるからこそ、なんか富山さんをですね、かたくなに否定することができない。このね、もどかしさよね。それとこれとは違うだろうという話かもしれない。その通りなんだよ。その通りなんだけど、だけど僕はね、そういった人間の要素まで含めて政治だっていうふうに僕は判断してるんですね。だからこそ人間をちゃんと理解してるっていうか、その人の政治的な心情とですね、その人の人間の特性っていうのを掛け算することによって政治力っていうのって僕は生まれてくると僕は思うんですよ。だから本当に優秀な政治家ってろくでもないんですよ。いや、本当に優秀な政治家であればあるほど人間としてはどこか欠損してる人が多いような僕は思うんですね。変な人が多いと思うんですよ。それは、なんていうのかな、他人に対して当たり障りのない人間が多いかもしれないけど、その政治力っていうのは人当たりがどうかっていうところまで僕は問われるべきだと思うんですよね。正直な話。で、まあ今回の件に関してもそうなんですが、まあ富山さんに関しては、ちょっと、まあ黒川さんを本当に切った方がいいよっていうのは僕は思います。どれだけ好きだろうか、まあ、なんかわかるもんな。やっぱね、未だに僕ね、ちょっとね、未練たらしくですね、思う時ありますよ。うん、思うから、それが嫌だっていうのもわかるし、うん。なんで恋愛相談の話になってんのって僕は思うんですけどね。
で、まあ、今回ね、翼の塔の関係について、まあ、引用させてもらってますけれども、まあ、一番言いたいのはどこの誰かって言ったらですね、まあ、大津さんの関係ですわ。ここまで問題が起きとって、自分のこと散々パラですね、応援させておきながらですね、翼の塔が、はい、じゃあ逮捕されましたって言ったら、関係性切るようなですね、人だったとは思えなかったんですよね、正直。大丈夫と。あなたやってること大丈夫と。本当に。情けなくないのというふうに思っちゃうんですよ。で、いや、その、富山さんがとか、そういうの私の人生に関係ないからって言うかもしれないけど、人間って共感するからこそ初めてね、分かり合える動物だと僕は思うし、群としてですよ。いわばその生物としてやっぱり共感し合うってことすごく大事だと僕は思うんですよ。だからワンちゃんもさ、自分とは違うですね、犬種の犬が、出会ったりとかしたらですよ。それこそなんか話っていうかなんか、こう、なんていうのかな、じゃれ合ったりとかするときあるじゃないですか。で、そういうもんだと僕は思ってるんですね。だから、なんかちょっと大津さんもね、なんか、どこか、なんていうのかな、ちょっと表現が難しいんですけど、いや、少なくとも恩義があるはずなの。分かってるでしょ。で、浅香市議の関係で応援したから、もう翼の塔との関係っていうか、まあ、少なくともやりとりに関しては、もうなしでいいね、みたいな、そういう風な推進にしか見えないんですよね。まあ、アクションにしか見えないんですよ。で、僕はそのアクションあんまり好きじゃないんですね。一回やってもらった恩っていうのは、何回もやっぱり返すべきだと思うし、で、何回も返していったら、多分そっち側の向こう側の方もですね、まあそういったフィードバックを返してくれるようになってくると思うし。で、そうなったら、もう少なくとも関係性があるっていう風に客観的に捉えられるじゃないですか。で、翼の塔と大津彩香さんね、は、まあもう直接的な関係性はないっていう風にしたいんだったら、何回も翼の塔と大津さんが出会うきっかけだったりとか場所だったりとかっていうのを設けちゃダメなんですよ。で、もうはっきり言いますけど、もう今回の大津さんのアクションは、もう大失敗だと僕は思ってるんですね。うん、だって、浅賀市議の富山さんの応援をしに行っちゃったし。まあ、党内紛が終わってっていうか、党内紛がもうなんかしばらくですね、なんか音沙汰がない状況になった時に富山さんと話しに対談しましたみたいなのを、まあ、あげるとかね、そういうんだったらわかるんだけど、裁判も債権者説明会も、何もかも終わってない時にですよ。富山さんの、例えばなんだけど、街頭演説に応援に行きますっていうのは、僕からしてみたら、大津さん良くないんじゃないですかと、債権者のこと本当に思ってますかというふうに思ってしまうんです。で、黒川さんと大津さんは、まあ、少なくとも喧嘩してるんだから、黒川さんも黒川さんで、大津さんから応援されたことに対して、いや、ありがとうございますっていうのもおかしいの、うん。だって自分と関係がないっていうふうに証拠、証言してるんだからさ。ね。うん。で、そういう風な関係性でいたいと自分から推進したにもかかわらず、なんかかけてこそこそやってるから、お前らさ、正々堂々とせいやと。ね、少なくとも周りの人たちから言われるのが嫌だからそういうことしてんでしょっていう風に思ってしまうんですよね。僕からしてみたらね。もうなんかね、大丈夫かっていう風に思ってしまうんですけどね。はい。で、トマさんは電話ボックスに乗るなどの行為についてね、行き過ぎたことがあったという点についてお詫び申し上げたいというふうにしたつもですね、持論を展開されておりました。なぜここまでね、乱暴なことをやったのかっていうとですね、意図的なマスメディアの報道をしただけではないと。ぜひやったっていうのは、なぜやったっていうのはですね、まあ政治家たちが嘘つきだからということで、まあ今まで通りのですね、なんていうのかな、まあ政治家批判路線ですよね。そこに関してはずっと残してるんですよ。で、これも、本当に謝罪しようと思ってる、まあ、出馬表明するんだったら、今の既得権益側のですね、批判をするべきではないかなっていうふうに思います。で、反省してるっていうんだったら言い訳しないのが、日本人の美徳なんですよ、これ。もう常識としてなんですけど。うん。だって、大金持ちであっても問題を起こしたんだったらすいませんでしたって言うべきでしょっていうのが僕の中にある。間違いを犯してしまいました。そのことについては反省させてもらいますって。で、潔くなんか謝罪して、私はちゃんとそれについての釈明もしましたし、謝罪もしたし、見過ぎも済ませましたって言うんだったら、いや、ろくでもない事件についても、検察だったりとか警察が捕まえたりとかするから問題なんですよ。ここに関しては。毎回のごとく思うんだけど。もう、井川さんだってその最たる例だし。だって、自分の資産からね、ギャンブルに使って100億円を返済しますっていうの、何がダメなんて僕は思いますしね。で、そういうのがダメっていう風にしちゃったら、じゃあ、例えばなんだけど、ね、自分たちの身内であるですね、公務員だったりとかお母さんだったりとかっていうのができない、そういうことができなくなってしまうよってことを推進しちゃってるわけじゃないですか。だから、なんか、やってることを言ってることっていうのが、どんどんおかしくなってってるよ、この社会っていう風に思っちゃうんですよね。で、一個何かを決定すると、日本で前例主義なんだから、その前例に則って行動しなきゃいけないんですよ。だからこそですね、統一地方選の時に警察の動きは大、なんていうかな、まあ、いわば、怠慢を働いてたわけでしょ、うん、動きが遅かったわけじゃないですか。ね。で、それは良くないよねっていうふうに思うし。
大丈夫かね本当に。大津さんって、なんか、もう大津さんもそうだし、黒川さんたちもそうだし、なんか、俺なんか3方向になんか、ブーメラン投げてるな。ブーメランって言えばいいのかな。3方向攻撃してるけどね。行政府の対応も良くなかったしっていう風に思うし。ね、本当に。で、富山さんも富山さんで、なんていうのかな、黒川さんのことを信用して、な、黒川さんのことを一人の男としてさ、なんていうかな、鳴らしてあげたいっていう気持ちはわかるかもしんないけど、僕からしてみたらそれってさ、黒川くん本人がやるべきことなんですよ。わかります？あの、富山さんまで迷惑かけたんだったら、それは男として僕は失態だと僕は思ってるんですね。うん。そりゃ、例えばですよ、まあ、彼が政治活動し始めてもう5年経ってるんで、まあ、その5年間で、例えばなんですけど、チャンネル翼っていうですね、まあ、26万人もいるチャンネルをね、一つ作り上げたっていうのは彼なりのですね、なんていうのかな、まあ、いわば、能力だったと、ね、いうふうに思います。人を集められる能力だというふうに思いますけれども、それに伴ってですよ、例えばなんだけど、1億の債権返済しないっていうのはおかしいと思うし、自分がしでかしてしまったことに対しては、ちゃんとそこについては反省すべきだと僕は思います。で、富山さんに関してもそのことについては、なんていうのかな。分かってたけど、結局、なんていうのかな。3万円ぐらい貸してもらった、ことと同じことだ、みたいだよ、みたいなね、ことを言う、言い訳をするんではなくて、いや、私は、やっぱりちゃんと1億円の返済計画だったりとかですね、返済するためのですね、保証だったりとかするべきだと私は思う、みたいな風にすればよかったんだけど、まあそういうこともできなくなっちゃったよね。だってあの動画で出ちゃってるわけだから。ね、今から悔いても、もう遅いんですよ。過去に言ったことって絶対に、払拭されないわけですからね。それは、僕は痛いほど気持ちがよくわかります。はい。なんであんなこと言っちゃったんだろうなって多分思ってると思いますよ。おぎつさんの動画見るたびにね。富山さんのことだからさ、そこに対してね、すごく、なんていうのかな。後悔してたりとかするかもしれないんで、まあ、それを擁護する意味でですね、話をするんだったら、すごくそれは気持ちがわかります。僕も言わなくていいことだったりとかって言ったりとかすることがあるので、ね。ただ、言ってしまったものに対しては、ちゃんとね、覚悟を持って、その言葉すら私の言葉なんだというふうにね、受け入れるしかないんですよ。ね。で、なんていうのかな。もう、すべてにこれは共通することなんですけど、一貫性を持ってやっぱ政治化してほしいんですよね。私たちは既得権益と戦ってる側なんだって言っときながらですね、なんていうのかな、スタンスが既得権益側寄りのスタンスを取ってるっていうのも、僕からしてみたら納得いかないし、戦っていくんだったら、じゃあどういう風に改善していくのかっていうことを推進していかなきゃいけないと思うし、反米保守だって言うんだったら、反米保守としてですね、ちゃんと自分たちがどういう風に、国際、的なですね、立ち位置を確立していくのかっていうことに対しても言及していかなきゃいけないと僕は思うんですよね。批判するのは簡単だけど、それを実行するのはなおさら、ね、難しいですよ。人生においてもそうだけれども。ね、どんな風になりたいとかって思って夢を掲げてる子供たちが、じゃあ夢を描いた、職業だったりとか、ね、自分、なりたい自分の理想像とかっていうのに、慣れたかって言ったらそうじゃない場合が多いじゃないですか。ね、こと相応にね、そういうことですよ。本当に思っちゃうんですけどね。で、まあね、ツイッターのことについてもね、触れていかないといけませんから話していきましょう。立花さんがですね、有馬哲夫さんの関係についてね、他人を侮辱することが明らかになったということで、大津彩花さんにも裁判で勝ったらね、この有馬哲夫さんに関しても、ね、被告にしよっと、ということでね、誰かこの有馬哲夫さんのね、DM を住所で教えてくださいということで、まあなんか、むちゃくちゃなこと言ってるんですよね、最近こいつ。ちょっといい加減にしたらって思うんですよね。何でもかんでもツイッターで書き込んでいいって言ってもんじゃねえぞっていう。っていうのは思いますね、やっぱりね。はい。2023年の X で、大津彩花さんの無知でね、無知の企画を提案、要望を出した時の映像ということで、縛り方講座のやつですね。はい。東京都知事選の立候補を予定されている方へということで、8時30分まで届け出しないとですね、選挙ポスターが貼れなくなりますから気をつけてくださいね、ということでございます。はい。ということで、大津彩花さんのために命をかけると言った、杉田隼人容疑者ですね。こんな感じでピースしてますけど、まあ、証拠も残ってますからね。音声ぜひ聞いていただきたいなと思ってます。チョコさんの、ツイッターですね。こんな方をですね、一般社会に出すことはですね、安心して生活ができませんということで、ね、なんだったっけ。パクったら出てきた後にですね、なんか、なんだっけ、なんちゃら殺ししてやるからな、みたいなこと言ってたんだよね、確か。皆殺しだったっけ？なんだったっけな。なんかそんな感じのこと言ってましたよね。まあ、それぐらいの覚悟でやりますからって、それぐらいの覚悟で、追求していきますから、みたいなことをですね、杉田さん言ってましたからね。はい。はい、ということで、誹謗中傷対策センターを設置などほざいていた自分がやってるということで、被害者ずらしてですね、同情を得ようとする奴が煽るようなね、ことしちゃダメでしょということで、破産した生徒をみんな作るとということでございます。なんか、誹謗中傷対策とかって言ってんだけどさ、
結局どうなったんだよ。いや、なんかね、俺ね、ちなみに一番気になるのが、第三者委員会立てるって言ったじゃん、ゴツさん。いつになったら立てんのよ。立ってんの？第三者委員会。警察だったりとか、ね、なんていうかな、税理士だったりとか、公認会計士とかっていうのをですね、立ち上げて、そういうところで第三者委員会をもってして、立花さんの不正会計を追及していくって言ってたんだけど、あまりにも公務員じゃない人たちが集まってますよね。そのボランティアの人たちなんだけど。いや、あの、第三者委員会立ち上げるとあなた言ったんだから、第三者委員会立ち上げなさいよ。だけど、その第三者委員会にもあなた多分追及される側になっちゃうでしょ。って僕は思っちゃうんですよね。はい。破産者民地区等の関係を大津彩香さんですね。民地再生の申し立ての時に、債権者説明会を債権者集会と勘違いし、暴論を吐いていましたけれども、来月7月の16日ですね。もう1ヶ月切りました、ついに。大津さんがやりたかった本物の債権者集会ですよということで、主催は裁判所だよということでね、債権者、集会って権利そのものがないと開いて、それ自体が違法ですからね。違います。はい。違います。債権者が OK だ。そうなの？はい。権利がないものが開いて、それ自体が違法です。いや、代表私だから。債権者のために努力してるんだったらちゃんとやるやなって僕は思いますね。はい。無知1万円、キッコ縛り10万円、政治資金パーティーをしようとしたあの大津彩香被告が絶対絶命のピンチということでございます。立花さんの、あの YouTube チャンネルね、ぜひ皆さん見ていただければいいかなというふうに思います。はい、ということで皆さん動画だったでしょうか。僕はですね、あの翼の党もね、もうちょっともう終わりかけてきてる政党になってきてますけど、まあ、民地区党もね、徐々になんですけど、それに片足突っ込みそうになってきてますから、ちゃんとですね、やってほしいなというふうに思いました。以上です。面白いと思いましたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。